私の投稿の中で、常々ですね、葬儀社さんを中心にお話をしていると思うんですけど、で最終的に登場人物として葬儀社さんと石材店がこう手を組んで、なんて言うんでしょうか、一つの墓石部を構築した方がいいよと、いう話をさせていただいてるんですけども、どういう話かと言いますと、やっぱりその情報量とか案件数でいうと、どうしてもその葬儀社には勝てないと思います。同じ証券の中では。なぜかというと、同じことをやれば集客できるのは葬儀社さんの方が、多い人数を集客できる確率が高いからということです。なので、集客は葬儀社さんに任せましょうと。でその中で情報の抽出の仕方を私の方でレクチャーしてます。で石材店の、ストロングポイントっていうのは、やはりお墓のことをよく知ってて、当然ですよね、それで食べてるわけですから、あとはクロージングができることです。ちょっとの案件でクロージングができること。それとやはり石材店がいないとリフォームは取れません。新規のものっていうのはもう定型の決まった形のお墓をこう作るとかっていうのは、もしかしたら勉強していけば葬儀社の中でも専門医は育てられるかもしれませんけど、ことリフォームに関しては石材店に任せた方がいいとは思います。つまりは情報を出す係、情報をとにかくリサーチする係、そして、クロージングしてその後を担当する係が手を組むと、一つの墓石部が出来上がりますよという話です。もちろん賛否あると思います。いろんな意見はあるでしょう。だけど、片や葬儀社は、まあ、うちもそうですけども単価が落ちてます。件数は一緒だったとしても単価が落ちてるので売り上げは減してます。で片やお墓のを建てる人がもう絶対数が少なくなってるので、建てる機会、まさに石の文化を残すためにも建てる機会が大事だと思いますんで、そこで手を組む、これがいいんじゃないかなと、思ってます。これは私の勝手な考えです。でそこにもちろん樹木葬とかね加えられたら一番いいと思いますんで、ぜひ